はい、どうも、ラギです。今日はパブロを使って何ポイント塗れるか、ちょっと競ってみたいと思います。前回塗ったのが、こちら！わからない！今日はその記録更新したいと思います。前回スーパー着地でやったんだよ。スーパー着地って上に上がってる時間ちょっともったいないかなと思ったんで、インクアーマーにしました。多分インクアーマーの方が濡れる。ステージも変更しようと思います。赤泳ぐ倉庫からビーバスパークへ変更。アイテムパブロや、レッツゴー。いや、これね、移動する時間もったいないから塗りつつ行こう。でここら辺塗っといてもいいから、よし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 。で、あ、俺の作戦、これ。くるくる回る。あ、ちょっと待って、これ狭い。逆に大変かもしれない。あ、でもこれ、これでいこう、これでいこう、これでいこう。いや、手がめっちゃ痛い、これ難しい。ちょっと全然触れないんですけど。うら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 。そっか、インクアーマーたまらないのか。振ってないとたまらないのか、インクアーマー。あ、落ちちゃった。もうダメだ。ごめん。ビーバスは無理だ。だから、いつものステージ、俺のお庭の箱泳ぐ倉庫に変えました。スプリンクラーもうまく使えれば。今回はいいんじゃないかなって思うんですけど。おし、だってこれね、硬直時間ないからいいね。無理、疲れた。もう無理、投げ出したい。あと1分だって。スプリンクラー大先生が手伝ってくれてるから頑張れる。どうだ。いったか。4230だ。これ4444きた。最高記録きました。しかもなんか死の数字。とても不吉な数字になってしまったけど、でも記録更新おめでとう。自分褒めでとう。やった、嬉しいわ。ちょっと